ウィンドは太陽風、磁場、粒子の観測を目的とする NASA の宇宙探査機、1994年11月1日に打ち上げられた。プロジェクトロゴウィンドはジオテイル、ポーラー、双方、クラスターミッションとともに太陽地球関係における物理学知識の向上を目指す国際協力プロジェクト太陽地球系科学国際共同観測計画を構成している。 ポーラーとは島妹機の関係にある。設計と製造はマーティン・マリエッタのアストロスペース部門が行った。直径2.4メートル、高さ1.8メートルの円柱形のスピン安定方式。推進装置が備えられており、3年から5年の設計寿命がある。データは搭載されたテープレコーダーを利用して記録され、5.5、または、11. 1 1 1ロ b p s で、 ディープスペースネットワークに中継する。1994年11月1日4時31分、ケープカナベラル空軍基地の17バイト発射台から、マクドネルダグラスのデルタ2によって打ち上げられた。動作してから最初の9ヶ月の間、大道面近くのダブルルナー、スイングバイ軌道に置かれた。この軌道で地磁気観測が行われる。その後小さな波浪軌道に投入され、 飛来する太陽風、磁場、粒子を観測する。2004年より向上的に L1 ポイントに位置している。2020年11月時点で運用が続けられており、現在の軌道に止まるために必要な燃料は2074年まで保つとされている。ミッション運営はコダード宇宙センターのウィンド、ポーラーミッションオペレーションルームによって行われている。ありがとうございます。